はい、森香です。第11回サウナ部ということで、今日はカプセルホテル渋谷さんに来てます。ここはまあ、渋谷駅の近くのサウナというところが一番の利点で、1時間、1300円ということで、ちょっとまあまあ高いかなっていう感じですね。まあ、立地がいいのが、一番のポイントかなと思います。で、人もまあまあ、多くて、水風呂も、広いですね。で、温度的にも18度ぐらいで悪くない感じです。で、まあ、浴槽自体はすごいシンプルで、お湯と水風呂だけって感じでサウナがあると、まあ、そういうシンプルなところです。まあこんな感じですかね。森香でした。